リュークの2軍引っ張り方向成績。2021打率4割1分5厘、長打率6割4分2厘。2022打率2割6分2厘、長打率2割8分6厘、監督片岡。2023打率2割2分6厘、長打率2割7分4厘、監督片岡。2024打率3割6分8厘、長打率6割8分4厘。これほんとえぐいな。いくらなんでも露骨すぎ。マジで無能。論文書けそう。これ本当に笑えん。足を引っ張ってどうすんねん。こそのみたいになれそう。片岡がいなかったらって本当に思う。片岡がいでしかなくて草。立浪一軍で余計なことするなよ、頼むから。ベンチに片岡いるから、引っ張っちゃダメか。監督が変わってもチームは変わらないって言ってる人がいかに選手を見てないかがよくわかる例の一つ。なるほど、勝敗だけじゃなくこういう部分も顕著に出てるのか。立浪と片岡のバッティング指導や指示で被害受けてる選手、一体どれくらいいるんや。今年に軍が強いのは理由があるってことやな。阪神でダメだった反対方向に打つ指導を懲りずに中日でもやってるのがバレた成績。片岡マジで阪神時代から全く指導変わってなくて草、さすが無能。右打ち強の教祖様なんだから当たり前だろ。でもこれ立浪監督片岡ヘッドのいる一軍来たらまた強制されるのでは。大山が右打ち指導で絶不調になった末に動画で復調した時代と変わらん。リュークは引っ張り意識してるのかな。アンダが全て右方向。リュークがショートレギュラーになってほしいけど引っ張りのヒット打てるようになるまで2軍で打撃鍛えてほしい。リュークまだ引っ張り少なめだから不満だけど去年よりはマシになってる。体を大きくしてしっかり強いスイングで1年目の時のような引っ張った強い打球を心がけてほしい。1年目のような引っ張り方向へのハードヒットが出てきてくれることを願いたい。1年目は引っ張りの打撃が天才的だったのに見る影もない。片岡お前何したん。